こんにちは、タケです。タケの一人朝礼です。今日は、2014年の12月の、11日の木曜日ですね、仕事の実践力や自己スキルアップのための一人朝礼です。今日、木曜日なんですけど、ガンバ大阪の記念号が出ました。ガンバ大阪。まだ全然読んでないんですけど、さっき買ったばっかりなんで、もう、この動画撮ったら読もうかなと思ってるんですけど、一応そやから前9年前ですよね、全くそやからサッカーダイジェストのやつなんですけど、ダイジェストで買ったんですよ。いまだに向こうに残してるんですけど、もう持ってきたらよかったなと思ったんですけど、やっとね2つ目2つ目が買いましたねしかし長かったっすね、9年かかったんで。これはじっくり、ゆっくり読みたいと思います。そしたら、ガンバファンなら、また、今日今出てるんで、よかったら買ってください。そしたら、竹の人朝礼ですか。昨日は、動画を1本作る、ね、ブログは1つだけできましたね。3つも作れなかったんで。で小規模ヘアサロンの集客に関してはブログの、仕上げができたんで、今日アップしたいと思います。で動画戦略もちょっと考えたんで、あとはターゲットブログの下書きもできましたね。今日すべきことは、リストーロの改善と、動画の、下書き、動画の下書きか、動画の下書きを2本作る。で、ブログを1つですね、ブログを1つ作る、ブログを一つ作る。で、小規模ヘアサロンの集客に関しては、ブログのアップ と、動画戦略を考える。で、ターゲットブログに関しては、ブログの仕上げをしたいと思います。以上、竹の一人朝礼でした。